霊夢、大変だ。マリサ、一体どうしたのよ。アメリカの金利が 0.5% も下がったぞ。しかも、年内にはさらに 0.5% の利下げとか。ということで、今日の動画は緊急特番よ。ええ、どういうことなんだ。アメリカの利下げが一気に加速化しているので、ウォンの1500超えが見えてきたわ。それを解説したいのと、韓国にとって最悪なのはサムスン電子が、崖っぷちってこと。だから、前半ではアメリカの利下げの影響について、後半ではサムスン電子が、今、どれだけ崖っぷちでいるかを、見ていくわよ。本来なら分けてもよかったのだけど、為替の動向も、サムスン電子にとっては痛い話よ。ああ、そうか。米韓金利差縮小すれば、ウォン高になるものな。ええー、今日は盛りだくさんの内容だけど、しっかりついてきて。霊夢、収録する時間よ。それではタイトルを読むわね。韓国、バブル含みのベンチャーのように、グラグラ。サムスン電子の株価はなぜ下げ一色なのか？では、記事のツッコミを読むわよ。今朝、FOMC が終わり 0.5% の利下げとなった。まあ、利下げすることは想定内だったが、それが 0.25% なのか、0.5% になるのかは予想は五分五分だった。しかし、蓋を開けてみれば FRB 当局者のほとんどが 0.5% の大幅利下げを推奨したそうだ。これには驚いた。朝早くから愛犬のジョニーも、ウォンウォン泣き叫んでいる。そして、ここまで米国の景気が悪化しているのかと。しかも、さらに利下げして年内には 4.4% と、予想も出てきた。つまり、残り、3ヶ月と少しで 0.5% 利下げするということだ。これはやばい。アメリカの金利が一気に下がろうとしている。これを知ってさすがに驚いている。朝から大混乱だ。ちょっと深呼吸して落ち着け。どうなるんだ。これからの世界経済やドル円、日経平均株価。ああ、韓国のウォンとコスピもありましたね。ということで落ち着くためにニュースを見ていこうか。まずはパウエル議長の会見のまとめだ。ニャス姫、お願い。わかりましたわ。読んでいきますわね。インフレ率が持続的に 2% へ向かっていることが確信できた。雇用とインフレ率の目標達成に対するリスクがほぼ均衡している状態だ。インフレは今も高止まりしているが、リスクとのバランスを考慮した。物価の安定と雇用の最大化という二大責務に注意を払うつもりである。我々が保有する米国債、エージェンシーローン担保証券の削減を続ける。我々は、労働市場の状況、インフレ圧力、金融と世界の動向を含む幅広い情報を考慮する。目標達成にリスクが生じれば、金融政策のスタンスを適切に変える用意がある。今後のデータ、リスクとのバランスを重視した利下げ幅を考慮する。では、ここから記事を引用しよう。ワシントン、10月日、ロイター。米連邦準備理事会 FRB が10月日の、米連邦公開市場委員会 FOMC で公表した金利、経済見通しによると、政策担当者は、年末までに金利を 4.25-4.50% に引き下げる必要があると考えている。年末の政策金利の予想中央値は 4.4%。6月時点は 5.1% だった。これは、6月時点の予想よりも大幅な引き下げが想定されていることを意味する。政策担当者19人のうち、2人は年内に追加利下げを行うべきではないと考えている。25ベーシスポイント BP の利下げ1回のみが必要だと考えているのは7人だった。一方、中央値を上回る年内の利下げ回数を予想する政策担当者はわずか1人だった。FRB の短期借り入れコストの目標範囲は、現在 4.75-5.00% であり、政策担当者が11月と12月に予定されている年内2回の会合で、それぞれ 25BP の利下げを予想していることが示唆される。2025年末の政策金利の予測中央値は 3.4%。来年には、25BP の利下げが4回行われることを意味している。政策金利は、26年末と27年には 2.9% になると見られている。6月時点は 4.1% だった。6月時点の見通しでは、24年全体で
25BP の利下げを1回のみ、実施すると予想していた。一方、失業率については、年末及び25年末には 4.4% に上昇すると予測。失業率は、現在 4.2% と、FRB が22年3月に利上げを開始した時点よりも 0.5% ポイント以上高くなっているが、一段の上昇を予想した。年末の個人消費支出 PCE 価格指数の上昇率予想は 2.3%。6月時点では 2.6% だった。コアインフレ率予想は 2.6%。6月時点は 2.8% だった。また、今年の国内総生産 GDP は 2.0% 成長を見通した。6月時点は 2.1% だった。ニュースは以上。霊夢、あとはお願いね。ありがとう。続きを読むわね。記事を読めば読むほどアメリカの金利がどんどん下げていく未来が待っている。愛犬のジョニーが朝から元気なのもうなずける。まあ、とりあえず一つ言えることは今後の利下げ速度は想定外に早まっているってことだ。年内に 1% 下げて終わりではない。2025年も 1% 下がるとある。マジかよ。政策金利は26年末と27年には 2.9% になるとか。年内に 1% 下がるだけでも驚きなのに、来年も 1% とか、一体どうなるんだよ。それでこの利下げは日本経済や韓国経済に多大なる影響を与えると思われるが、韓国さんは五輪中かもしれない。なぜなら、米利下げが一気に行われる。米国の景気が悪い。ハイテク株や新興株などは景気が悪いと下がる傾向のグロース株である。だから、急落する可能性がある。つまり、アメリカのハイテク株や半導体株が急落すれば当然、韓国は半導体しかないので、サムスン電子や SK ハイニックスの株は売られやすくなる。もちろん、日本の半導体関連も売られやすくなる。ただ、日本の場合は円高になりやすいので、輸出関連株が売られやすい。しかも、韓国はそれだけではない。こちらが、韓国ウォンが数年後に、1500台を予想しているが、このまま行けば割とあり得る可能性が、出てきた。なぜなら、アメリカの金利が2025年の年末に、3.4% で、来年が 2.9% だとしたら、韓国はここまで一気に利下げできないからだ。仮に大きく利下げすると、それは不動産バブル再開による、債務の増加を意味する。つまり、アメリカの金利動向がこのまま予測通りいけば、数年後には米韓金利差は拡大していくってことだ。韓国銀行が 3.5% ある金利を、どれだけ下げられるか、とても楽しみということだ。ほら、ワクワクしてきたぞ。だから、さっさと金利を下げておけば、良いと何度も述べたのに、韓国銀行は動かなかった。ゴールデンタイムは今年の上半期だった。それを逃した。次に 0.25% 金利を下げられるのか。気がつけばアメリカの金利差が、再び離れていき、韓国ウォンが1500という未来の、布石。家計債務が心配で金利を、あまり下げられない韓国は米国の景気悪化で輸出も死んでいく。米国も景気悪化。中国もダメ。さあ、韓国さん、どこに何を売るんですか？しかし、これで世界中の金利を下げる動きは活発化する。心配なのは日本の円だが、今のところはほとんど上がっていない。0.5% は織り込み済みだったってことだ。それではネットのツッコミを見ておくか。1、なんでやねん。少しずつ下げた方が経済に悪影響がなくてええやろうに。2、しかしこれで結局日本は金利上げずとも円高に向かうんだから、もう日銀は何もしなくていいじゃん。3、この程度だと140円切らないんだな。じわじわ下げるとは思うが織り込み済みってやつ。4、ドットチャート更新。2024年末、4.25 から4.50%。2025年末、3.50%。2026年末、2.75%。2024年内はあと、0.50% の、利下げを残してる。5、利下げで景気が良くなるって感じがしているやつが、多いからな。
異例の 0.5 下げの意味すら理解できない奴が、多い。6、日銀は今のうちに、0.50% にしとかないと、上げるチャンスなくなりそうだな。次の利下げ前なら 0.25 上げても、金利差は 4.25% 残るから、8月に痛い目見てかなりポジション整理された状況では、あの規模のショックは大きいんやろ。7、そしてなぜか円安に、触れる為替。こんなもん誰が読めるねん。8、アメリカ利下げしたのに、ドル140円割れすら起こずに、142円台に、戻っていくとかさ、今週、マジで日銀割り上げやらないつもりなのかな ?9、為替すげえな。大人のパワープレイかよ。電車止めるなよ。10、利下げ 0.5 売り込んでいたはやっぱり無理があるよ。3決期で 1% 下げるのが、確定的になったってのに、上げるのはないよ。以上の10個だ。いくら折り込み済みだとして、まさか、ドル円が楽に下がるという謎の、ムーブメント。まあ、為替って本当に思い通りには動かない。さて、ここからはサムスン電子について、見ていく。韓国、投資家というのは様々な情報を、集めてその会社の将来における、業績を予測して投資する。だから企業の株価はその企業の、半年後の業績を映し出すと言われている。つまり、今、その株価がずっと下がっているってことは半年後の業績が、悪いと考える投資家が、多いってことだ。今回、韓国の時価総額1位の、サムスン電子の株価がなぜ下げ一色なのか。簡単だ。サムスン電子は創業以来の、崖っぷちだからだ。大きく理由を、分けるなら4つある。1つ目は NVIDIA のテストに、未だに合格できてない。2つ目は DRAM 価格が、下がってきている。3つ目はアメリカが韓国を、名指しして HBM 輸出の対中輸出規制を、しようとしている動き。4つ目はストライキである。今回はその4つを中心に、見ていく予定だ。では、早速1つ目からいこうか。まず、サムスン電子の HBM が、NVIDIA のテストに合格できてない。これが致命傷である。SK ハイニックスやマイクロンはとっくに合格しており、すでに次のチップの供給が決まっている。なのに半導体ではトップシェアを誇るサムスン電子が、この2社に技術的な遅れを取っているのだ。レースで言えば周回遅れ。しかも、6月ぐらいに NVIDIA のテストに合格したという。関係筋の話が出てきたのにそれから3ヶ月経過しても、公式発表がない。投資家はそれに期待していたのにいつまでも、発表がないので売りと。本来ならとっくに合格して、今年の後半には出荷するという、見通しだったのにそれが出てこない。2つ目は DRAM 価格が、下がってきている。これについてはトレンドフォースの市場調査で、判明した。こちらは韓国半導体輸出のピークを7月か8月あたりだと予測しているのだが、どうやらその予想が当たるかもしれないニュースが出てきた。ええ、韓国半導体輸出は好調じゃないの？そう思うかもしれないが、好調なのは HBM という生成 AI に使用される半導体であって、韓国企業が得意とする普通の DRAM ではないのだ。9月16日に iPhone 16が発売されたが、これの目玉は、Apple Intelligence という AI 機能である。ぶっちゃけサービスが始まっていないので、これが人気なるかは、正直に述べてよくわからない。ただ、あまり売れ行きは好調ではないとの、報道も出ている。まあ、高いからな。それで話を戻すと DRAM 価格が、下がっているってことは、思ったより、AI 搭載の PC が消費者に受けてないのではないか。では、記事を引用しよう。DRAM 価格が最近小幅に下落しメモリー半導体容量に対する関心が高まっている。サムスン電子と SK ハイニックスが主導する DRAM 産業の容量は、韓国の輸出景気に及ぼす影響が大きい。8日、市場調査会社 DRAM エクスチェンジの集計結果によれば、コンピュータ用。DRAM レガシー汎用製品 DDR48GB1GX8 の8月の平均固定取引価格は、
前月より 2.38% 下がった 2.05 ドルだ。DRAM 価格は昨年10月から上昇傾向を見せ、今年5から7月には横ばいを維持していた。DRAM 価格の下落に対して市場調査業者トレンドフォースは、中国のスマートフォン在庫が過度な水準に到達し、家電製品に対する需要も予想ほど回復しなかったとし、主に家電製品に使われるメモリー製品の現物価格が劣勢を示し、第2四半期の価格は第1四半期に比べ 30% 以上下落したと分析した。韓国の証券街では、世界的な IT 製品需要鈍化により、長短期の展望が交錯する。未来アセット証券のキム・ヨンゴン研究員は需要先の部品在庫備蓄が一段落し、短期的な価格停滞期が来たと判断すると話した。また IM 証券のソン・ミョンソプ研究員は今後の景気鈍化、顧客の在庫備蓄完了、人工知能投資の鈍化が重なる場合、上昇サイクル2年目の2025年第1四半期下旬に下落サイクルが始まる可能性があると話した。トレンドフォースは2025年を控えて DRAM 価格は四半期ごとに全身的に上昇すると予想されるが、こうした上昇は主に平均価格を引き上げる高帯域幅メモリー HBM3E の普及率増加などによるものとし、消費者需要が劣勢を見せる場合、予想される DRAM 価格の上昇は期待に及ばない可能性があると話した。ニュースは以上。このニュースは韓国輸出に再び暗雲がもたらされる可能性を示唆される。なぜなら、半導体ともう一つの柱であった韓国の自動車輸出も激減しているからだ。8月の輸出は半導体が好調で伸びたのだが、それも長くは続かない。ただでさえ、内需が死んでる状態で、半導体輸出まで鈍化していけば、韓国の2025年は再び未曾有の経済危機を迎える。しかし、DRAM 価格が下がるのは思ったより早かったな。生成 AI 特需がどこまで続くかはわからないが、2025年には違った景色が見えそうだな。次に三つ目の理由だが、アメリカが韓国を名指しして、HBM 輸出の対中輸出規制をしようとしている。これについてはすでに紹介した通りだ。韓国のサムスン電子と SK ハイニックスにとって中国市場を捨てるのは大変痛い。やけどで済むとは思えない。骨折ぐらいの打撃は来るんじゃないか。最後の四つ目だが、実はサムスン電子はストライキに悩まされている。なんとサムスン電子が人員を3割削減すると発表したこともあり、インドにある、サムスン電子の現地労働者団体が、反発してストライキを始めたのだ。マジですか？マジですよ。では、記事を引用しよう。マリサ、あとはお願い。おう、最後まで読むぜ。チェンナイ、16日、ロイター、インド警察は16日、無許可で許可なくデモ行進を、計画していたとしてストライキ中の、サムスン電子工場従業員104人を拘束した。同日夜に大半が釈放されたが、労働者団体は警察の対応を非難。サムスンの労使対立が深刻化し、インド事業への影響が広がる恐れがある。サムスンはインドに2つの生産拠点を持つ。ストを実施していたのは、南部タミルナド州の州都チェンナイ近郊の家電工場で賃上げや、労働組合の承認を求めて9日からストを実施していた。従業員1800人のうち1000人がストに参加、サムスンのインドでの年間売上高120億ドルの約3分の1を占める生産に支障が出ていた。地元の警察幹部は労働者らは16日に抗議デモを開始する予定だったが、その地域には学校や大学、病院があるため許可が折りず拘束されたと話した。ストを支援しているインド労働組合センター CITU 関係者は、拘束された従業員が3人を除いて同日夜に釈放されたと明らかにした。CITU のタミルなど州幹部は、警察の措置を非難した。拘束者が出たにもかかわらず、州の与党系列の組合も、含む12の労組が、
サムスン工場のストを支持する抗議活動を、18日に実施することにしている。サムスンに試練。今回のストは、重要な成長市場であるインドで、サムスンが、直面する試練を一段と、厳しくしている。サムスンは、CITU といった全国的な労働団体が、支援する労組の承認に、消極的で、労働者や州政府側との、協議は打開の糸口が、見えない状態。さらに同社は一部事業で、海外要員を最大 30% 削減する計画で、インドも対象に入る。サムスンの労使問題は、モディ首相の産業政策、メイク、インディアにも、影を落としている。ニュースは以上。このようにサムスン電子のインド工場で、大規模なストライキ。従業員の1800人いて、1000人も参加しているなら、生産に支障出ているレベル。インドでの年間売上高、120億ドルの約3分の、1を占める生産とか。しかも、サムスン電子が全国的な労働団体が、支援する労組の承認に、消極的らしい。そりゃ、世界最強の現代労組の、ストを間近に見てきたものな。でも、労働者のスト権利というのは国際法でもしっかり明記されている。サムスン電子がいかに消極的だろうが、グローバル企業なら従うしかないのだ。サムスン電子は世界中に、工場を作って低賃金で、働かせていたわけだが、そのインドでのストライキは他の、国の労働者にも大きな影響を、与えていく。もう、世界中の工場でストライキが、発生する可能性があるってことだ。以上。4つの理由でサムスン電子の、株価が上がる理由がない。では、ハンギョレの記事を引用しよう。サムスン電子の株価の推移が、掲載されている。この2ヶ月間、韓国の株式市場を、下げ意識にした中心に、サムスン電子がある。有価証券市場で時価総額、1位の銘柄の株価が、まるでバブル含みの、ベンチャー企業のように下落している。コスピ指数とサムスン電子が、並んで今年に入って年中最高値、取引中を、記録した7月11日以降、9月13日までにサムスン電子の、株価は87,600ウォンから、64,400ウォンへと、26.4% も、下落した。同じ期間のコスピ指数の、下落率 10.9% の、2倍を超える。指数下落に与えた影響は圧倒的だ。同期間、サムスン電子の時価総額は522兆9000億ウォン約56兆円から、384兆4000億ウォン約41兆円へと、138兆5000億ウォン約15兆円減少したが、これは同じ期間の有価証券市場の時価総額、減少分262兆3000億ウォンの、52.8% を、占める。全体下落分の半分以上を、サムスン電子が引き下げたわけだ。外国人投資家のサムスン電子への、売り攻勢は続いている。外国人投資家らは9月13日までに、累積7兆1609億ウォン約7600億円分を売り越した。同じ期間の機関投資家の売り越し規模は2兆720億ウォン約2200億円だ。特に外国人は秋夕、主則、陰暦8月15日の、節句連休前日の13日だけで、7846億ウォン分を売り越し、9月3日以降の旧取引日の間に、4兆7167億ウォン分を売り越し、投げ売りに近い動きを見せた。半導体部門の業績が、好転し、第2四半期の営業利益暫定値が、10兆4000億ウォン約 1.1 兆円と、昨年同期に比べて 1452.2% 増加し、アーニングサプライズを実現したサムスン電子の、第3四半期の、業績が予想より悪いという見通しが、最近の株価下落の背景に、挙げられる。サムスン電子の株価が9月5日終わり値69000ウォンで、6万ウォン台まで下がった後、証券会社は目標株価を、低くしたレポートを相次いで、出した。11社の証券会社のうち9社が、7から8月の間に提示した目標株価を、下方修正した。目標価格の平均値は112,455ウォンから97,909ウォンへと、
12.9% 下がった。最も多い5社の証券会社が、10万ウォンを新たな目標価格として、提示した。6万電子が現実化した後に、出てきたこのような証券会社の、分析レポートに対して後追いという投資家の、不満の声も高い。証券会社は目標価格を、低くしたが、株価がすでに売られすぎ局面にあるとし、大部分が買いを推薦している。BNK 投資証券は10万2000ウォン7月5日から大幅に、下げた8万1000ウォンとし、最も低い目標価格を、提示した。第3四半期の営業利益展望値の下方修正と、共に米国による後退域幅メモリー HBM の、対中国輸出制限措置が、施行される場合、中国顧客依存度が、高いサムスン電子には不利になる展望と、理由を明らかにした。ニュースは以上。サムスン電子の株価が売られすぎ？むしろ、過大評価だよな。先に挙げた4つの不安材料はどれも、致命的だ。それらの問題が解決しない限りは投資家は、サムスン電子の将来性に、期待できないだろう。サムスン電子の株価は18日の終値が、64,400ウォン。つまり、6万ウォン台どころか、5万ウォンも見えてきているのだ。ニュースは以上。霊夢。アメリカの利下げが急加速。景気が悪くなっていくのが、確実。米韓金利差の縮小で、ウォン高になれば韓国輸出は振るわない。現在は1320ウォン程度、これがどこまで上がるのか。しかし、韓国にとっては地獄の始まりとしか、思えないわね。米中の景気動向に、振り回される韓国輸出も、やばい。2025年の上半期が、2023年の再来となるのか。本当、楽しみになってきたわ。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てくださいね。チャンネル登録よろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。